達川の策略が招いた末路。1987年10月18日巨人対広島の一戦。当時24歳の吉村はここまでキャリアハイとなる29本塁打を放つなど中軸として活躍。1対5と巨人4点ビハインドで迎えた4回裏。吉村はワンボールツーストライクと追い込まれるが、続く4球目は見送りカウントは2エンド2に。だが、球場のスコアボードが不調でボール球のランプが一つしか点灯しなかったことから、球審はワンボールツーボールどちらが正しいのか疑心暗鬼に。そこで打席の吉村、そして達川にカウントを確認した。ツーボールが正しいと分かっていた達川は、有利にするためにワンボールと即答し山本球審を騙そうと試みる。これに対して吉村が何も言わなかったため球審はワンエンドツーと間違ったカウントのまま試合を続行。そして5球目をファウルし6、7球目のボール球を見送り、本来ならカウント4、2で四球となるが、球審はフルカウントだと思い込み四球を告げず、達川の策略により四球を阻まれた形となった。ところが吉村はこの直後に白竹が投じた8球目を捉え左翼席への本塁打に、通常ならありえないカウント4、2からの一発で、シーズン本塁打数を大台の30